5月25日女子ゴルファーの夢を応援するプロジェクト DSP の月例協議会が行われていた。この DSP からは昨年3名のプロテスト合格者が出ている。今年のプロテスト、そして未来のレギュラーツアー制覇に向けて選手たちがしのぎを削る DSP 5月月例協議会、優勝者が決まる最終日の様子をご覧いただこう。今回の戦いの舞台は茨城県サザンヤードカントリークラブ。水の魔術師小林光明が設計しており、戦略性に満ちたゴルフマインドを刺激してくれるコースとなっている。1日目を終えての順位表はこちら。涌井が6アンダーでトップ、2打差で平塚、飯島が続き、4位タイに荒川と伊藤。まだまだ優勝はわからない。順位表の続きはご覧の通り。ここから巻き返していけるか。この日はインスタート。10番ホールは354ヤードのパー4、右ドッグレッグになっており、ティーショットは正面奥のバンカー狙い。セカンドショットは右のバンカーに注意して左から攻めていきたい。スライスは禁物になるので注意が必要だ。スタートホールで勢いに乗っていけるのはどの選手なのか。めっちゃいいやん。完璧やん。めっちゃいいやん。完璧やん。お願いします。こんなとこから。ありがとうございます。
完全に失った。右の方行った、うん、あれも多分お前が行くことになって分かりました。俺追わないぞ。まさか一組目であんなユニークなことを送ろうと思った。
お願いします。
丈夫です。左右に打つな。Thank you.
個いる。私も怒られてる。選手の話かけだ。競技会中だ。